意味がわかると怖い話、足はいらん金です。それではどうぞ。ある日の放課後、下校途中の男の子が奇妙な老婆に話しかけられた。足はいらん金、足はいらん金。男の子は無視して通り過ぎようとするが、老婆は思ったよりもしつこく、足はいらんか、足はいらんか、と繰り返し問いかけてくる。足なんて、いりませんよ。男の子は鬱陶しそうに語尾を荒げて断った。ギャー、夕方の街角に絶叫がこだました。その声を聞いて、駆けつけた人々は息を呑んだ。そこには、足をもがれた男の子がうずくまっていた。それでは解説です。思ったより簡単なお話です。足なんて、いりませんよ、と返答した男の子でしたが、自分の足をいらないという意味で老婆は受け取り、バッサリ、なんて不条理な世の中だ。それではまた。